またチューインガムかい。ん？三角くじが外れて少しブルーになってるワイン、なんか用か。妖怪もくじ引くのか。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。若干風邪で喉がやられているけれどやっていこう。さすらいそう、そっか、もうついとったんやっけ、このおじさんだね。イエイ、何かな、大家さん。あ、調子堂の店主さん知りませんか？調子堂の店主かい？惜しいな。さっきまでここにいたんだけどね。確か、ひょうたん駅博物館に行くって言ってたぜ。すれ違い。ひょうたん駅博物館？そうさ、そよ風ヒルズにあるグレートの博物館だぜ。なるほど。では、ひょうたん駅博物館に行ってみますか。うん、それがいいと思うよ。あれ？え？そんとや、ほんとやね、びっくりした。今、ウィスパーに返事した？まあ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 、わかってますけどね。だってここは通信とかで使いよったところよね。大家さん、もしかして妖怪が見えるの？もちろんだよ。なんせ僕は、さすらいの妖怪たちが集まる妖怪アパート、このさすらい層の大家なんだからさ。高い声が出せねえ。へえ、ここってそんなアパートなんだ。そうだ、ユウも妖怪が見えるなら、さすらい層の管理人になってみないかい？管理人？のんのん、管理人なんて言っても大変なことは何もないよ。時々ここに来て、他の町からさすらってきた妖怪に声をかけてくれるだけでいいのさ。これは普通に通信？すれ違い？別に今すぐじゃなくてもいいからさ、グッと来たら声をかけてよ。あ、はい。さすらい妖怪がやってくる。古びたアパートのさすらい層にさすらい妖怪がやってきます。さすらい妖怪とはすれ違い通信、すれ違いやね。で、あなたの町に旅してきた妖怪たちのことです。これはさ、あれよね、オンラインがなくなったってことは、すれ違い通信もなくなったってことよね。とにかく通信という通信が多分なくなったん、え？なくなったんかな？わからん。さすらい妖怪がやってくると、さすらい層の部屋に住み着きます。ドア前に入居中のサイン表示されていれば、ん？ドア前に入居中のサイン表示されていれば、さすらい妖怪が来ている合図です。サイン表示がされていればとかにしてくれんかな。入居している妖怪に話しかけると、一度だけバトルをすることができます。見事勝利すると友達になってくれることもありますよ。ただし、レアな妖怪や S ランクの妖怪が友達になることはありません。それはさ、友達になることはないけど、やってくることはあるの？わからん。あと、バトル後にもらえる経験値はいつものバトルの経験値とは違います。たくさんすれ違って、さすらい妖怪と出会いましょう。そうだ、せっかく来てくれたんだし、もう一ついいものをあげるよ。お、友達ブックアプリを手に入れた。それは友達ブック。この街で積み重ねた思い出を自動でガンガン記録して、自分だけのプロフィールを作ってくれるアプリさ。時々友達ブックを見て思い出に浸っちゃってよ。はい、ありがとうございます。それともう一つ機能があるんだぜ。さすらい層に妖怪がやってくるってことは、誰かとすれ違ったってことなんだけど、友達ブックではすれ違った人のプロフィールも記録してくれるんだ。ここだけの話、さすらい層の管理人になると楽しさ倍増、最高だよ。あ、はい、考えておきます。いい返事待ってるぜ。僕はいつもここにいるからね。長い話でしたね。それでは調子堂の店主を探しに氷体駅博物館に行きましょう。長い話とか言わないであげて。そんなに長くは感じんかったよ。私は思い出を振り返ってみよう。友達ブックは日々の思い出を自動で記録してくれる便利なアプリです。友達ブックに書いたコメントやマイページの内容は、すれ違い通信、対戦、メダル交換した相手と自動で交換されます。マイページ編集から自分好みにプロフィールを編集するといいですよ。またプロフィールを送信したくないときは、マイページ編集からプロフィールの公開設定で送信しないを選択してください。え、すれ違ったら勝手にプロフィールが送信されるん？怖っ。え、そういうことよね。さあ、ちょっと、え、ここから抜けられる。よし、氷体博物館に向かおう。
いいね、こういう雰囲気めっちゃ好きなんですけど。まんじゅうと言ったら本家ドクロまんじゅうでしょ。元祖の味は古臭いってママが言ってたもん。いいや、まんじゅうは元祖ドクロまんじゅう以外ありえない。本家は本来の味は忘れてるんだってパパが言ってたもん。本家と元祖の意味がよくわからん。あそこにどっちでもいいよそういう子もおるよね。何、くじ引き券手に入れたんだけど、どこで使えるくじ。あ、こことかかな。中入れた。50円持ってるからお菓子買いに来たんだ。練り飴買えるよね。駄菓子屋ってワクワクするよね。君くじ、お、持ってるよ。くじ引き券持ってる。店のおばあちゃんにその券を渡せば景品付きのくじが引けるんだぜ。日によってもらえる景品が違うから、くじを引く前にチェックしとけよ。そういうおいらはくじ引き券は1万持ってない惨めなやつだ。ごめんね、拾っちゃった。おやおや、よく来たね。駄菓子を買うかね、それともくじ引き。くじ引き、景品どこで見るの。くじを引くにはくじ引き券が1枚必要になるから注意しておくれ。景品を見る、あ、見れる、ここで。何、あの一番の呪い、なんか呪いの本が。もうちょっと説明を見せていただきたいんだが、説明は何も見えないのね。いいものなんだかそうでもないんか、何もわからない。とりあえず一回引いてみようっと。よくわからんけん引くよ。くじを選ぼう。え、どうやって。あ、普通にタッチすればいいってこと。なるほどね。これで、ね、次のページがあった。38、エビセン。おや、ハズレだったかね。これに懲りずまた挑戦しておくれ。ハズレって言わないで。だいたいくじってハズレなしって書いてるけん。大きなエビせんべいを手に入れた。何かゲットできればそれはもうハズレではないんよ。くじを引くにはくじ引き券が1枚必要になるから注意しておくれ。了解です。まあでもあれやな、ポケットティッシュとかやったらさすがにちょっとハズレかなって思う。でもめっちゃ実用的なんやけどね、全然使うし待って、めっちゃ動きよるの気になる。これ誰、長花。でも長花は調子どう。いや、長花だな、合ってる。びっくりした、周りの人消えたって思った。そういう仕様か。長花を見つけた。どうも。また10円ガムかい。ん、三角くじが外れて少しブルーになってるワイン、なんか用か。妖怪もくじ引くのか。どうやってんだ、おばあちゃんには見えてるのか。ワイはこの三角くじに命をかけてんねん。ま、冗談やけどな。そや、ワイがこれまでの経験で得た三角くじ知識たっぷり解説したろか。よっしゃ、自分分かってるな。ほな行くで。まずくじを引くにはくじ引き券が必要なんや。くじ引き券を手に入れたらそれを駄菓子屋のばあちゃんに渡すんや。くじ引き券はどれぐらいの感じで手に入れられるの。多分あんなあっさりはもうこれから見つからんねやろうなって思っとんやけど。自分、おじいちゃんおばあちゃんは大切にせなあかんで。そんでくじの中にある数字によっていろんな商品が当たるってわけやな。ただくじ引き券があるからってやみくもに引いてもなかなか当たらへんで。虫取りのルーレットやったらたとえ一回外れたとしても運命の女神様が微笑んで当たりにしてくれることもあるけどな。そんなことあったっけ、マジで優しい。三角くじはそんなに甘くない。きちんと戦略立てへんとワイみたいにポケットの中が10円ガムばっかりになってしまうでポケットついとんや、それ。そうならんようにするためには町の姿勢が大事なんや。というのもここのくじを引いてるのは自分だけやないんや。時間が経つと他の子供たちがくじを引いていくからな。え、時間経過でちゃんと減っていくシステムなの。当然くじの中身もどんどん減っていくことになるわな。まあ大概ハズレしかないからくじのハズレも減っていくことになる。ハズレが減れば大当たりが出やすくなる、わかるやろ。せやからみんながハズレを引くのを待ってギリギリのところで大当たりをかっさらう。これが一番理想パターンや。現実の話かな、もしかして。いや、わからんけどただな、待ってばっかりでもあかん。先に他のやつに大当たりを引かれてしまうかもしれへんからな。
これなんよ。あのコンビニとかのさ一番くじ結構好きなんやけど、もうちょっと減ってからやろうってそう長丸と同じ考えなんやけど、そしたらあ狙っとったやつなくなっとるってなることが多いそうなったらもうおしまいや。当たりのないくじなんか引きたくないやろ。まあ、別に私的にはその A 賞とか B 賞とか上の方の賞じゃなくて普通に下の方の賞のが欲しい時とかもあるんやけど、みんながハズレを引くのを待ちつつ大当たりだけを手に入れる、このギリギリのタイミングの見極めが難しいんや。ただ心配せんでもええで、前の話で君も相当成長してるはずや。大当たりを引くのもそう遠くないで。ちなみに大当たりといえばな、生き物を捕まえたりしてるとたまにレアネスとか見かけたりせえへんか。例えば虫やったら捕まえルーレットの赤いメモリで捕まえるのがレアや。こうまだ見たことないかも。一つだけやからきっちり止めなあかん。ビシッと気合で止めたるんや。魚は泳いでる姿がキラキラしとるやつ、あれがレアもんや。あ、なんかそれは記憶があるな。レアモンは三角くじで言う大当たりみたいなもんやな。レアモンは虫も魚も息が良くてどれもキラキラと輝いて見えるわ。あれかな、ワンとか他のやつでは虫も見たことあるんかな。レアモン用だけあってどれもジャングルハンターのポイントが高いで。そんなんあったね、ジャングルハンター。どうせ取るならクジも生き物もレアのところ狙っていいかな。ほなそういうことで。あざす。隣でめちゃくちゃ話しようけどおばあちゃん気づいてる？くじ引きは単なる運試しじゃない、他のライバルたちの心理戦なのさ。たとえ僕がくじを引かなくても他の誰かがくじを引いていくだろう。仲間と同じことを言っている。すると当然僕の知らないうちに誰かにいい商品を取られちゃうかもしれない。でもその誰かがハズレを引いてくれれば自然と僕が当たりを引く確率は上がる。いつどのタイミングでくじを引くか、この駆け引きが僕を熱くするんだ。なんでこの部屋入る、あ、なるほどね、こっちからじゃなくってそっちから普通に入るんやねなるほどなるほど。これからもあれかな、ボックスとかいろいろ調べよったらくじあるかな。いいな駄菓子食べてみたいな。え、もしやお金がないの、かわいそうに。あ、散歩中ですか。この子はそんじょそこらの普通の犬とはわけが違います。何せワールドチャンピオンの血統を受け継いでいる犬なのですから。まあ私のしつけが悪いせいかお座りもお手もできませんがね。まあ結局は血統とかよりしつけですよね調子丼天使はこの博物館のどっかにいるはずです。館内を回って天使を探しましょう。ええ、よしよし。うぬぬ、どうしてこうなった。おや、この方は何やらお悩みの様子。どうしてこうなった怖い怖い、今にも爆発しそうな勢いですね。どうかしたんですかと聞いてほしそうなすまない、子供の前で取り乱してしまった。何でもないんだ、気にしないでくれたまえ。いや、案外子供の方が見つけてきてくれるかもしれんな。何を。長くなるのだが私の話を聞いてはくれないか。話の長い人だらけだな。おい、何でしょうか。博物館は大ピンチ、おすすめレベルに全く達してないと思うえ、でもどうなん、探し物って言おった、あれバトルあるんかな。博物館の館長さんが何やら大ピンチ、長くなるかもしれないが話を聞く。とりあえずちょっと断っとくね。そうか、そうだな、私が何とかするしかないか。なんか横で他の子供も聞きよるけど、博物館って珍しいものがたくさん見られるから私大好き。大きくなったら博物館で働くお姉さんになりたいな。博物館で働く人もさ結構なんか難しいんじゃなかったっけ。なんか資格がいるんよね。どうも。ん？もしかしてお前も昔の桜町を見に来たのかい。昔の桜町？なんだ違うのか。桜町ってのは桜ニュータウンの昔の名前さ。そんな名前やったんやっけ、あの過去のやつ。え、昔は町の名前が違ったんですか。知らなかった。さすがにニュータウンとかいうハイカラな名前ではなかったやろうね周りを見てみな、お茶の間にちゃぶ台、ブリキの看板、今じゃ見なくなったもんばかりだ。
いや懐かしくなっちまうぜ。おっと悪い、つい長話しちまった。で、わしに何か用か？はい、実は妖怪ウォッチを強くしてもらいたいんです。何？妖怪ウォッチ様ってことはお前、妖怪の姿が見えるのかい？調子堂の天使さんは見えてないの？ウィスパーに触れてないけど。こいつは驚いた。それで妖怪ウォッチがどうしたってんだ？もっと強い妖怪が見えるようにしてほしいんです。なるほど、妖怪ウォッチの機能を強化してくれってわけだな。よし、引き受けよう。このわしに任せておけ。ありがとうございます、おじさん。じゃあ後で調子堂に来てくれ。わしはもう少しここを見て回るんだな。はい、わかりました。お、クエストをやってみよう。キークエストをクリアするとストーリーの続きが始まるよ。キークエスト、え、結局じゃあさっきのやつはキークエストかな。あの館長さんがめちゃくちゃ困っとったやつどっちにしろ受けんといかん感じか。やっぱ多分これぐらいの時代よね。これは太陽の塔かな。違うボタンを押してしまった。何が始まったんかと思った一瞬。あ、アイナちゃんこんにちは。アイナちゃんも昔の桜町に興味があるんだね。なんだかちょっと嬉しいな。クラスメイトかな。ヒーローはどこにいるの？もう帰っちゃったの？イベントがあったのか。これだけ広い博物館なんだもん、全部をじっくり見て回るのは大変。ささっと回って興味があるものだけじっくり見ておけばいいわよね。確かに最初にささっと回るのはありかな。全部をじっくり見ようとしてしまうけど。誰？展示品にはお手を触れないでください。お姉さんとの約束ですからね。なるほど、学芸員さんやった。何今の？カメカメラの人形と書かれている。でも展示されていないみたい。もしかしてこれ？なんか急に青いびっくりマークが出たけど、これじゃない？なんか子供の方が見つけられるかもみたいなのやったん。あれがなくなったってことなんやないん、館長さん。ちょ、一旦戻って話聞いてみるか。